ははい皆さんこんこにちは今週遊んだゲームのお時間です今回は私今井、はい、と比べとタンでお送りしていきます。お願いしますということでですね今週遊んだゲームですがえっ、ー、とまあ早速ですが私から行こうかな。はい、はい、私から行かせていただきます。えー、私ですねまああのいろいろと結構忙しくてゲームやる時間ないんですけどやっぱり評判が気になって、まあ、すでに買ってたから。あの 済みそうだったけど、少しだけやりました、デスループ。<お>デスループか。はい、デスループですね。すでに、うん、IGN の方でもレビュー出ましたが、翻訳のレビューですが、まあ、10点獲得してて、まあ、各所ですごい人気作ですね。<ー>はい、まあ、そうですねあの、ぶっちゃけ言ってちょっとしたかやってないんで、あのまだその、ね、本質的なところを、ね、経験してるとは言い難いんですけど、まあ、やったらですね、案外なんというかな、その、 えとやっぱりディスオーナードをやってた感覚とやっぱり近いところはすごくあってあの操作とかその辺の雰囲気は、まあ、ディスオーナードやってるとかなりスッとなれることができるんですが、まあ、やっぱりこのなんだ全体のゲームデザインというかゲームシステム自体は何だろうな、まあ、あんまり体験してないことがないあのデザインですね。ただ、まあ、非常に面白いのは、えーと ディスオナードは、まあ、ステルスステルス以外もできるっていう、まあ、そのいわゆるゲームなんですけど、まあ、デスループは、まあ、よりその普通に戦闘することもある程度あの許容されるようなゲームデザインになっている以上、まあ、結構ドンパチやる私にとっては結構楽しいのと、あとはその、えっ、ー、と、環境をあの一つの島っていうところに限った結果、やっぱ面白くなったっていうのがすごいあの逆転の発想かなと思ってます。つまり なんかこれまでゲームって拡大方向だったわけじゃないですか。うん、どん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 でかくしてオープンワールドで広ければ勝ちみたいな世界だったんですよね。うん、でまああのディスオーナードはですねオープンワールドゲームではなく基本的にはそのクリア型のゲームで、まあ、いろんなマップをあの毎回少しずつやっていくっていうゲームだったんですけどまあそのレベルデザインですごい面白いあのマップとかも,もちろんあったんですけどでもそのデスループの面白さっていうのは同じ環境なんだけど人々が違うことをしてるという。 まあヒットマンがそうだったっていえばそうなんだけどはい、はい、その中であの一つのストーリーを進めるっていうまあかなり挑戦的なことをしててまあそれがねやっぱりうまくいっていくからここまで評価されてるんだろうとかちょっとやってもああこれは斬新なゲームだなっていうのはすぐビビッときますね。お<ー> <laughs> まあなんかねただ逆にこの手の発想ってなんかやっぱり流行りっちゃ流行りでまあ少しあのもっと規模が小さいですけどアドベンチャーゲームだとその まあデボーションとかが、そのワンシチュエーションっていうか、ワン、一つのフロアだけでストーリーを見せるみたいなこともしてますし、最初、最近話題になった12ミニッツえっと、ミニッあれも、あれも、これ会員版デスループみたいなところももちろんあるわけですよ。その戦ったりと、ね、か,か。あの辺は基本的にそのストーリーゲームじゃないですか。そうですね。うん、デスループはそこはちゃんとしたそのアクションシューティングゲームとして、 全部そのいろんなこう行動とか天候の変化とかいろんなキャラクターの動きとかがそのゲームとしてカチッとは,じはまって面白いものになるように仕上がってるのがやっぱすごいところなんじゃないですか、まあ、まさしくそうであのそのアクションシューティングみたいなところでもちゃんとしたゲーム性、まあ、これまで培ったものがあるからそれがちゃんと実装されててそれとストーリーが絡み合ってるってとこは まあほとんどね、見たことないものだと思いますうんです、うん。で、逆にディスオーナードとかって、やっぱりす,すごいストーリーはしっかりしてたけど、結構その、ロアみたいな断片的なものがかなりあって、すごい読まなきゃいけないんですよ。で読む量が半端なかったんですけど、デスループはちょっと減ってて、どちらかというとね、ボイス演出であの説明してくれるのが楽しい。あの、なんかね、ディスオーナードって、基本的には結構ね、息苦しいゲームなんですよ。なんか、こっそり動いて、お前どこにいるとかって言われるだけで、なんか、ほとんどね、味方も出てこないし。 でもデスループの面白いのは、まあ、敵も含めて基本的にね呼びかけてるんですよ。<laughs> お前何やってんだいくらやってもこのループから出せないぞとかすっげえ煽,煽ってくるんですよ。<laughs> <laughs> なんかそのこれまでそのどっちらかと,いうとこれメ,メタ設定みたいになってるはずだけどそのなんかそのゲームのルールについて別にべラべラ喋ってるのは結構面白い。なん,かなんでなんか少しコミカルだし明るいゲームですね。 なん,かまあ、なんかユーモアのセンスがすごいいいってレビューでも書いてあすよね。で、それぞれのビジョナリーっていう、うまあ要するにボスなんだけど、ボスが、ああまあ要するにちょっと須田さんのゲームっぽさもあるよね。あ、そうなんだ。なんかまあ、要するに須田さんのゲームの中には、まあ、それこそ殺し屋ランキングとか、キラーセブンだったら殺し屋がいたりっていう、まあ、いろんなその、まあ、自分だったりするんだけどいる、いるけど、そいつらがやっぱり全員結構変なやつで、まあ、そいつらがすごい会話してきたり、うん、何かしてきたりするっていうインタラクションが面白いし、 そのコールトっていうその主人公がいて、そのビジョナリーたちも、ビジョナリーたちの人間関係がやっぱり考えられているという、なんだかな、密室ミステリー殺人者みたいな、まあ、今までにないジャンルとして、なんかその、この話を利用して、ちょっとサブストーリーも作れそうなぐらいの話なんだよ、やっぱも いろんなサブストーリーみたいなものがある<ー>中にこうあ<ー>隠されたわけですよね。そうそうそう。で、それをあのやっていく楽しみなんであの、このマップっていうか、この、まあ、まあ、明確にデザインとしてはここを突破するにはどうするかっていうなんか、ね、発想はね、求められるんだけど、それをやった後に、じゃあ次にやって何が起こるのかっていう、そのストーリーとゲームプレイ両方モチベーションになるっていうのは、やっぱりすごく面白いゲーム。うーんまだあのあ<っ>なんかその えっと、一応、その、プレイヤー側で、その相手の世界に潜入できる人には出会ってない。えっと、プレイヤー側でっていうことは。あの、ほら、ダークソウルみたいに、あ,あの、 えー、まあ、その要するに、あの、オンラインを生かしたやつね。そう,そうそう、そう、それはまだ遭遇してないですね。どういう形で出てくるのかわかんないけど。うんうん、でも、まあ、やってる人に聞くと、急に出てきて、かなりビビ。急に出てくるらしいよね。急にかなりビビってるっぽいんですね。いや、でもね、本当ね、まあ、このアルケンスタジオのゲーム。 からその流用しているものはかなりの部分あるんですけどはい、はい、そういったものを組み合わせて全くオリジナリティがあるものを作ったっていうのはやはりすごいものでまあまだクリアはしてないですけどまあ普通に今年の GOT 広報の最有力ぐらいにはなりそうですね、うん、今のところこのままいけば取りそうだよねうん取りそうな気がしますはいあのその なんていうかなそのステルスゲーム的な難しさとかは、そのやっぱりディスオーナーのほど今んとこそんな求められてる気はしないので、カジュアルにゲームプレイしていいと思うんですね。結構だから、これまで以上にあのユーザーを引き付ける可能性もあると。やっぱちょっとこれまでハードコアゲームすぎた気はしますから。あれ、一人称視点だっけ、今回あ,あ、一人称視点です。そこは一緒。はいはい。まあ、うん、ぜひまたもっとプレイしたらまた教えてください。ね、はい。じゃあ次は、じゃあ、比べいきましょう。 はいえー、と僕は、えー、レイクというオランダさんのインディーゲームをやっておりますあオランダさんんだったんですオランダの人たちがなぜか、えー、と湖に囲まれた、えー、オレゴン州の街を描いたゲームなんですけど、えー、これ舞台が1986年とかなり昔で、えー、その中で、えーとまあ、都会で、えーとまあ、パソコン関係プログラマーの仕事をしている40代の女性が。 えー、いましてで、その人が、えー、とちょっと、まあ、お父さんがずっとその故郷の方で、えっ、ー、と、郵便配達の仕事をやってたんだけど、えっ、ー、と、2週間代わりにそれを引き受けることになって、都会を離れて、そのオレゴン州の故郷に戻るというところから、まあ、スタートするなんともリアルな設定の、えー、ゲームですね。そもそもも代の 女性が主人公のゲーム自体かなり珍しい,珍しいですね。サンセットとかは一応あるけど、かなり渋いゲームあ,ー、はいまあこれもかなり渋いゲームで、その中で、えー、とこの女性は、えーとまあ、郵便配達をしていくわけですけど、実際にこの湖の、えー、と村は、えーとまあまあ、オープンワールドといっていい形で、えー、落とし込まれてて、プレイヤーはまあちょっと G 昔の GTA っぽい捜査官で、 その郵便あの,の,その、まあ、バンを運転して、えー、とそれぞれの、えー、と住所に指定された住所に、えー、と郵便を届けていくとでそれ自体はかなりストイックに、えー、と毎日こなしていくことになるわけですけど、えー、と小包みだったらその車のトランクを受けて正しいものを取ってで普通の手紙だったらそのまま、えーと トランクを開ける必要なく直接ポストに入れていくことができるんですけどその中で、えー、と郵便を届けた家の,あの人たちと関わっていくことになってでその中に彼女、まあ、はこれが故郷なんですけど22年ぶりにそこに戻ってきてるっていう設定なので子どもの頃の友達が今ではこう、まあ、すっかり自分と同じおばさんになっても家族がいて子供がいたりして。 で、そこでちょっとね、こう、まあ、変わったものに対して驚いたり、えー、変わらないものを見て安心したりして、でそのなんか自分がこう昔子供の頃に住んでた街に戻るっていう設定はとても良くて、でその中こう、一人で運転しながらいろんな思い出に浸る主人公がいるっていうのがかなり設定としてうまく働いてて、まあ、どこかのこう、狭い通りを走ってる時に急に主人公の独り言で、 ああここがファーストキスした場所だわっていうセリフが入ったりするんですよ。かなりそういう意味ではなんかこう孤独に浸りながら昔の思い出とかを思い出したりする、えー、ロールプレイ体験としてはとても素晴らしくてでその中でなんかあのいろんなキャラクターと出会ったりすると必ずあの会話の選択肢が発生してかなり会話の選択肢が多いのであの自分がこの村に戻ってきてよかったのかどうかとか この自分の過去を大事に思っているのか、それともやっぱりこう都会での生活を優先していきたいのか、えー、まあそもそも個人に対してこの人は好きなのかどうかとかっていうのはかなり重、えー、度の硬いた形でいろいろ選択できてで、特に正解とか間違いがあるような感じがせずに、えー、と単に自分はこの女性ってなんかすごいうまい具合にできているなと思うのが、この主人公の女性ってさっき説明したような具体的な背景があるのに、 その中で彼女の気持ちとかは完全にプレイヤーが決められるんですよ。でそこがなんかこう、うん、固定した主人公でありながらすごくロールプレイが成り立っている絶妙な加減であのやってるポイントとしてそこはすごく素晴らしくてなんかこうプレイしていくと本当に自分がこの女性になっていく、えー、感じは確実にありますね。まあそれでもなんか僕はすごく好きですけど 地味なもう本当にそのアクションとか一切ない、あの、超自然的な要素も一切なく、ただ郵便を届けるだけのゲームなので、まあそれが青かどうかというところはありますけど、まあそのコンセプト自体はものすごくうまく貫いてて、その中でちょっとバグがあるとか、実はその人工物の再現、再現度がちょっとあんまりうまくいってないとかっていうところはありますけど、 そういうまあ技量とかあの予算とかでうまくいってない部分があったとしてもこのコンセプト自体はなんか100%自分たちの作りたいものを作ってる感じがあるので僕としてはかなりうなずけるゲームですねこれなるほどねはいまあなんかね地味なゲームだけどまあそこそこ評判良くてあの他にもね笠井さんとかやってましたけどはいはい,いかなり気に入ってましたね まあこういうまあ本当にまあなんかふざけて比べゲーって言ったりするんですけどまあ一つの職業でポストマンっていう仕事でその中で本当に郵便を毎日本当に新聞のフォークリフトみたいにあのちゃんと全部届けないと1日が終わらないので本当に地道な作業なんですよ。それをちゃんとこう日付があって2週間あるんですけどちゃんと1日分の。 郵便を全部を届けてやっと次の日になるみたいな感じで本当に労働のシミュレーション的なところがあるのでそういう日常シミュレーターみたいなものが好きな人にはまんべんなくおすすめできるしなんかすごくこう下手に大きなストーリーに走らずに本当にその1人の40代の女性の今考えていることとはこの村がどう変わったのかとかっていう地味なストーリーを描いてるからいいみたいなところがあるのでなんかすごく壮大な物語は。 えー、期待しない方がいい方がですけどまあでも、うん、な,んなんてたって一番大きな問題はその今の日本語の一応日本語に対応してるんですけどまあ壊れてるって言っていいレベルなんですよね現状としては。と、うん、いうのもあの、はい、あれなんですけね。すごい残念ですけど先ほど言ったように <laughs> 選択肢がたくさん発生するんですけど普通に半分ぐらいの割合で選択肢が文字化けしてて読めないとかね。 もうプレイ <laughs> で,できないレベルであのもうそもそも日本語の訳がうまいかどうか以前の話なんで、まあ、僕は英語で遊んでますけどまあ、まあ、英語できなくて日本語があるからできるって思わない方がいいですね。あのやるんだったら 英語の理解は必須ですね。まぁ、あまあ、アップデートを期待するしす、ねうん。アップデートを期待したいしあの、作ってる人たちに日本語のアップデートしてくださって連絡入れようと思ってるんですけど、<laughs> まあ、<laughs> 現に僕だってレビュー書きたくて、<laughs> レビューとしてこのタイプのゲームが好きならバンディにおすすめですっていうぐらいの勢いでレビュー書きたいけど、現にこれ日本語も含めてレビューするとしたら、かなり厳しい評価を下すしかなくなっちゃうので。 そこだけはい。まあちょっとね、気に入ってちょっと頑張ってプレイしたい人にはおすすめということで。はい。はい、じゃあ最後、タンさん。はい、えー。私はロストジャッジメントの体験版を遊びました。ほうほうほう。えー、はい。枕倉部さんはね、ちょっと事前に。 僕はだからもうクリアしてるんだけど、はい、未だに感想が言えないんで。<laughs> ちょっとまだ記事が出てないから。はい、そうなんです, <laughs> ですけど、まあ、ちょっとやりづらいかもしれないんですけど <laughs>、はい、体験版はですね、まあ、物語のプロローグ部分を、えー、見られるのと、あとチュートリアル的な感じで、まあ、作品に登場するアクションゲームのいくつかをですね、あの体験できるものになっておりました。 あ、これも,もう今週発売ですよね。明後日ですね。はい、そうですね。明後日明後日かし明後日だね。うん,う,んうん、うん、うん。はい。はいでそうですね。映像的な部分ではやっぱりまあ、前作に引き続き、やっぱりその実写の俳優さんがとってもいい味を出してまして、なんか三井健さん演じる江原っていうキャラが結構頼りないおじさんなんですけど、まあ、なんか？ 裏の顔を持ってそうな感じの雰囲気があってこの人がどう影響してくるのかなっていうのは結構楽しみになったところがありますでストーリー面で結構とあの個人的にいい,い,いなと思ったのがあのサブキャラなんですけど杉浦くんっていう青年とあと久保く,くん <laughs>、まあ、見た目も好きです <laughs> 見た目も好きなんですけど <laughs> 杉浦くんとあとなんかオタクの 機会に強いつくもくんっていうサブキャラが再登場して、その二人が異色のタッグを組んで探偵事務所を立ち上げているっていうのは結構熱いというか嬉しい展開だったなと思います。結構前作,前作やってるんですか、はい、前作最近やりました。<laughs> PS5 版が出てからやって。前作も結構サブキャラの方が好きくらいの勢いで。 結構ね、みんななキャラ濃いいじゃないですかいい味がして大好きだったんであのすごい嬉しいっていうのと、まあ、今回サブキャラもフォーカスしてくれたら嬉しいなと思いました。前作だと結構なんだろうな、うん、結構裏で動いてくれた結果がドンって出てくる感じでなんかあんまりそのサブキャラがどう裏でどうやって活躍してたかみたいなところあんまり深く追,わ追いかけられてなかった。 たのがちょっと寂しいなって思うことがあったので今回いっぱいあの東さんっていうヤクザのキャラとかも含めもうちょっと深掘りして見られたらいいなっていうのに期待してます。<laughs> はいであとアクション面だと、まあ、新しい、えー、と要素みたいなところも体験できてスティールっていうステルス系のアクションだったりとかあとは 壁登りアクションアスレチックみたいなところ、はいはい、新しく追加されたのがもう体験できるようになってました。で前作に引き続きあるのもあの体験できたんですけど、まあ、それもあのそのままじゃなくてちょっと要素が追加されてなんかよりリアルになったような感じ、まあ、言い方を変えればちょっと複雑になったようなあの印象を受けましたね。チェイスとかあの 対象目的のキャラを走って追いかけるっていう、まあ、アクションがあるんですけどあれもなんかスタミ,スタミナ体力回復の概念が追加されたりとかあとはなんだ追跡か、あのー、尾行か尾行する時にも、ねうん、はいなんかごまかしアクション携帯実態とか髪の毛こうい違いますよみたいなそういう。 ごまかすアクションが追加されたりみたいな感じで、まあ、かなりな、んですかね、探偵業務のリアルを追求していってるなとは思いました。でもなんだろうな、なんかちょっと面倒だなって思っちゃった部分もあって、<laughs> なんか、その、複雑化したことによって、私は結構ストーリーをサクサク追っかけていきたいタイプなので、なんかちょっとその、ちょいちょい入るアクションがちょっと複雑化したことで、 なんだろうね、ちょっと進みにくくな、進むのがちょっと時間かかっちゃうのかなっていう印象がなくもないっていう感じでしたね。うん、はい。なので、まあ、それがどれだけ遊び応えあるかっていうところにもつながってきますけど、ちょっと楽しみにしたいなっていうところではあります。なるほど。はい。あと、まあ、はい。完成版というか、ううかそうですね。 レースゲームとかダンスゲームとか,なんか見た目的にも楽しそうなやつとかめっちゃあるのでその辺を放課後の活動、まあ、途中で、ねうん、高校に行くようになるんですけどあそこはちょっと、ね、動画も出したけどなんか,かなり、うん、あの活動できるものが多いので。 いつもね両側ごとくいろんなものありますけど今回特にその辺はものすごいボリュームになってる、ね、<laughs> なんかも,もはや普通にだから学校の先生昔の金髪先生みたいなゲーム作れよって思う気がするんだけど、ね、見た目だけ見るまあ部分的に作ってるところはありますね <laughs> まああの実際あの、うん、授業別にその,じその授業するわけではなくあくまでも部活的な活動の 外部指導員という立場ですけどそれでもかなり学生たちといろんな活動をするっていうのはそれだけでも一つのゲームにできたんじゃないかっていうぐらいいろんなものありますね。あそうなんですね。なんかその日本ではさその、まあ、学生の「とまあ、金髪先生」みたいなドラマみたいな比較的多いわけですけど意外とゲームになるとないんで。うん、んそうですね。 テーマとしては、伊庭、まあ先,いいね、先生のゲームは非常に名作として名高いですよ。これも基本的にもちろん授業とかほんのないんですよ。だやっぱその基本的に生徒とのコミュニケーションみたいなあのがメインであの話が進むので、まあ、多分、ね、参考にしてるところは多分あるとは思うんですよ、ね。ありそうだね。うん、はい。 じゃあそんなところでえ今日のえ今週遊んだゲームはですね、ここら辺にしたいと思います。ということで、来週はおそらく TGS でこちらのコーナーもないとは思いますが、TGS で新しいゲームを遊べたらいいと思ってます。はい、ということで、以上になります。皆さんえ登録よろしくお願いします。それではバイバイ。えーえー